はい、どうも、お茶です。今日もグラブル VS やっていきたいと思います。配信とかでランクもやってて、SS3 までは来ました。ということで今日もパーシバルを使ってやっていきたいと思います。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。ジータですね。ジータなかなか珍しいですね。これ、ラークさんってさ、もしかして知り合いかもしれないですね。ギルティーギアプレイヤーかもしれないですね。まあいいや、頑張っていきましょう。ジータ弱くなってから本当に見なくなりましたね。ただね、SS からちょっと集中しないとね、なかなか勝てなくなってきたんで、ちょっと無言の時間増えるかもしれないです。あー、今のもったいね、カウンターしてたんで、何かしら繋がったかもな。えらい。いやー、えらいっすね。ヒット確認してますね、ちゃんとね。あ、やばい。けど、まあ、これは、リターンがほぼない。これはしっかり。突進下段弱くなったといえど、突進下段なので、強いです。いやー、まだワンチャンあるよ。あー、マジか。うまいですね。素晴らしい。いやー、今の対空したかった。走ります。おそらく勝利は打ってこないでしょう。投げまくります。そろそろ後ろ歩きます。あー、投げ式引っかからないですね。 OK、 これはこれで終わりますね。え、終わらなかった。マジか、ごめんなさい。ゲージ使うべきでしたね。かもしくは禁止一発目スエアライセンで終わったかもしれない。素晴らしい暴れ。勝利券打ちますか。打つ。よし、避けて。あー、これかくったか。危ね、今の引っかかりにするべきだったな。怖え、画面端怖え。飛ぶかな、どっかで飛びそう。これ確定。ないか。これ拾えますね。拾っ、あー、ミスった。いやー、対空してきたか。死にましたかね、これ。いやー、そこ拾いミスったらこうなった。ただあれは拾えたコードでしたね。もったいねー。あそこ拾ってたら攻め系できてたのにな。もったいなかったっすね。気を取り直して、燃やして、安易に波動拳打つと飛ばれたり昇竜拳返されそうなんで。いやー、うまい。いやー、うまいっすね。当たっちゃった。いや、うまっ。うまいですね、今のね。すごい。だいぶ硬派だな。おいしい、隠りました、これは。おいしい。さっきずっと駒投げ見せてたんで、次はね、暴れ潰しと飛び潰ししてみました。今多分飛び潰しになったのかな。でも怪しいっすね。見えだったらなってたかもしんないけど。ただ暴れてたらカウンターになってるはずだから、飛んだのかな、やっぱ。うーん、延々で止めたい。ダッシュを、ここは貯めます。おいしい。
貯めます。いやちょっとこういう噛み合い負けが多いな。さあどうしましょうか。オッケー、おいしい。いやあぶね、後ろ。いやー漏れてますね。なんだろう、勝利出したんかな。漏れ負けしちゃった。拾えたけど意味がなかったかな。飛びを待ちたい。いや落とせなかった今。いやーこういう負け多いな。やばいね、これ逆られますね全然。まあ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 、よし、裏と見せかけて表ですね。これは前捨てしてね、そのなんだろう、置き攻めに前捨てすると表裏卓になるんですけど、結構釣れるんですよね。裏だとね重ならないんですよ。表だと重なるんで、俺基本表しかしないんですけど。いいっすね、ライン上げてる。これライン上げるの大事っすね、こういうし、なんかじわじわとした試合は。確定ですよ、これ確定になりましたからね。あーもったいね、今殺しきりやりましたね。確定。あれ？なんで？出なかった。やべ。いやー、これ、ボンミスで負けたら痛いね。まあ、勝利一発通せば終わるんで。これはね、この昇竜拳はすごいリスクリターンが合ってますね。当てたら終わるんで。見てからこれやんない方がいいな。いや、足払いに変えるべきだった。あれ？出なかった。今度は出す。よし。確定取って、うわーマジか、見え重ねたのに投げられた。いやーこれ死ぬかな。いや死なないかな、死ぬかな、怪しいところだけ死なないと思うな多分。よしよし、投げとリープに気をつけて。あっくそ、今ね、これね、今、飛びました、僕。ファジー飛び結構しちゃうんですけど、かられちゃいましたね。よくない、俺の悪い癖なんですよ。あぶねー、今の遠心すかし危なかったっすね。おいしい、ごま投げ。これはこっちで、溜めながら置き攻めに行きたい。飛ぶかな、飛ぶかな、なかなか飛びな、飛ばないね。飛ぶ、あ、やってない、漏れた。いやー技使ったの見てから技置くと負けるな。2回スクラスか、ここ。あれマジか、今差し返したと思ったんだけどな。もう一回。あー差し返せねあ、ごめんなさい。完全に今のは、フレーム無視しちゃった。たまに波動拳じゃなくて、あれ合わせたい。あ、終わった。たまに覚醒合わせたいなって思ったら、なんか、いろいろあって勝ちました。はい。ということで、今回はこんな感じになりました。シーズン2パーシバルね。まだ頑張って使ってる皆さん、確かにね、ちょっときつくなったんですけど、まだ全然やれる子なんで、お互い頑張っていきましょう。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。